ープンでは軽岩瀬式プロテクト。2017年オフ、大野翔太選手が B ランクで中日に FA 移籍。当然保証の必要な B ランク選手。中日からプロテクトリストが日本ハムに送られ、吉村 GM もインパクトがあるリストと発言するなど人的保証を選択することは確実なように思えたが、2018年1月、金銭選手を選択。なぜ金銭なのか疑問に思う声も多かったが、同月6日、新聞記事にて日本ハムが実は中日のレジェンド、岩瀬投手を人的保証で選択していたことを記載。中日側は兼任コーチをしている岩瀬投手の獲得は暗黙の了解で取らないだろうとプロテクト外に。日本ハムは当然岩瀬投手を選択。しかし岩瀬投手自身、人的保証での移籍なら引退するという発言もあったそうで、合意に至らず金銭を獲得。ナンジェイにてこの移籍騒動の一連を岩瀬式プロテクトと揶揄され、2月の日本ハム戦で3者連続被弾を食らった。